COC プラス事業の総括とこれからの地域共同教育を考えるにご参加いただきありがとうございます。多くの方々に集まりいただきまして、感謝申し上げます。地域共同教育推進機構を立ち上げ、仮説と検証を繰り返しながら地域を担う人材育成と地域発展の力を持つ企業の成長支援を目的としてやってまいりました。1700名以上の参加者を数えるほどになりました。すべての高等教育機関にコーディネーターを要請することもできました。宮城県の COC プラスでは、補助機関が終了した後もこの取り組みを継続、さらなる発展を見せられるよう、この事業の中で、行政仙台市の役割はということを考えた場合ですね、やはり、学生の皆さんと地元の企業をつなげる、それが一番大きな役割じゃないかというふうに考えました。少しずつではありますけれども、しっかり着実に、成果は上がっているのではないかというふうに考えております。仙台市ではこの3月に新しい経済成長戦略というのを作りまして、その中に若者の地元定着というのを大きな柱の一つに掲げております。参加いただきありがとうございます。我が国における地方創生がさらに進展することを記念し、開催にあたってのご挨拶とさせていただきます。令和元年12月21日、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長、水田久夫。はい、先ほど、ご挨拶の中でございましたように、本事業、宮城仙台共同教育基盤による地域高度人材の育成事業という名の事業でございます。実際にどういうふうにしたかと申しますと、宮城県もよし、東京だろうがシンガポールだろうがどこでもいい、どこへ行っても活躍できる人材になってもらおうという教育プログラムを作る。これと組み合わせることで、大学の側はカリキュラムをより良くする教学マネジメントを進めていく。で、実際に、ね、直に関わる部分としましては、例えば企業様の新しい事業の開発ですとか、事業共同地域は宮城県への学卒者の就職率目標が 50.66%、 それから、新生校東学院大学の目標が 41% となっております。ご覧いただいた通り、大教室で200人クラスの教室なんですが、いわゆるアクティブラーニング型の授業です。まあ、型と言っておきます。本当のアクティブラーニングかというとちょっといろいろありますので、型と言っておきます。さらにそこまで行ったならば、実際にやってしまおうよというのが地域課題演習です。地元企業さんが将来自分はこうなりたいと本気で目指す姿に対して、この枠組みも使わせていただいたおかげさまで、沿岸部の企業さん、仙台からだとなかなか関係性作るのも難しいような沿岸部の企業様で、ただこういうやり取りがあると、仙台の大学と例えば気仙沼であったり石巻であったり南三陸であったりの企業さんがちゃんとつながって、一緒に本気のプロジェクトに取り組むことができる。38回にわたって7校11名の先生方とご一緒させていただき、これらを含めまして FDSD 研修、いわゆるこういう研修型のものも含めますと、それがだんだんこう自分で探査していく深い学習に変わっていくようにしてまいりました。先ほど申し上げたような、地域の中で新しい価値を生み出せるような人材の指標をトータルで地域行動人材指標として設定いたしました。ここでは地元企業の魅力度が5点満点で 3.52 から 4.47、まあ、毎年大体これぐらいの感じなんですが、1ポイント以上上がるという結果が出ております。はい、少し長くなりましたが、私の方から、本事業の進捗のご報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。プロ
ログラムのお話をさせていただきたいと思います。先ほどお話を最後に申しました。はい、簡単になんですが私の自己紹介をさせていただきます。東北学院大学の経営学部経営学科3年、高橋日向子です。宮城県大崎市の出身で、石巻にも結構何度か足を運んだことがありました。実施期間としましては8月16日から9月13日の約1ヶ月間ですね。実際に石巻市でシェアハウスに1ヶ月間ここでパッケージを作成したんですが、この ① って書いてある一番左側のパッケージですね、これが山陽水産が最初に作っていたパッケージです。言われた印象的だった言葉を挙げてみました。何のスープかまだ分かんないっていうか食べ物なのこれ、傘にどんな意味あるの、意味わかんない、緑色の洗剤かと思った。本当に台本なしなんでボンボン突っ込みますけれども、初めて来た時どんな印象を持たれました？まあそうですね、あ、私そうです、初めて、まあ、正直、大丈夫かなっていうのがその大丈夫かなはどこから出てる感じですか？純粋にプロジェクト自体を楽しんでいたので、そんなことはなかった。だんだんその評価されたい気持ち自体は薄れていって、自分たち自身が作りたいから作るってなってたんですけど、成果を出すことに追われてるみたいな、まあ、1ヶ月なので、まあ、やはり基本私自身はやはりなんていうんですかね、自由に、やはりどういうものを出してくれるかって、こっちからこう、蓋閉めちゃうといいものも出てこないし、あれがダメだった、これがダメだったって話とか、あるいはそのこうだといいっていう話とかって非常に皆さん日々話しているんですね。でそれを、まあ、僕らとしてはなんだろうな、まあ、基本的にポジティブに捉えようっていう話をずっとし続けるっていうのは非常に大事だなと僕は思っていて、リアルな部分としての現場のいろんな肌感覚的なところですね、非常にありますから、やはりいい仕事をしている松本さんにもこの後ちょっと振っていきたいと思いますけれども、ちょっと、ここからね、こちらから少し論点を出させていただきたいなと思います。今やっぱりそういう企業も含めて、僕らは、フィッシャーマンジャパンというこの団体自体は水産業を変革しなきゃいけないので、そういうところさえも変えていかなきゃいけないという意図でやっているところも正直あるので、その受け入れ方だと誰にもメリットはないですよということを結果的に提示するっていうことが最終報告で行われることになることが多いんですけど、はい、で最終報告会って地域の方とかもたくさん来る中で、まあ、確かにゴリゴリ系のインターンは我々多くて、学生の採用に非常に苦労するという状況によく陥るんですけれども、まあ、なんとかでも学生さんも来てくれてですね、本当に、いい成果を残して、まあ、南さんにこう帰っていく学生さんも多いんですけれども、現実的なその課題をですね、抱えてらっしゃる中で出してくる課題なんですけれども、やっぱりよく聞いてみると、ちょっとその課題でないところが根っこにあったりとかするケースが結構多いんですね。ありますね、はい、根っこの部分をインターンのプロジェクトにしていくと、まあ、やっぱりそのいい成果が残る。でその根っこの部分をその解決するしている姿をその社員さんたちが見ることによって、あ、うちの会社ここもしかしたらブレイクスルーすればよくなるかもしれないみたいな期待も起こってくると思うんですね。社会人におい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 行く前はの話ね、行く前はの話で、そのやっぱりちょっとひなこちゃんも言ってたと思うんですけども、点々で学んでいて実際に社会人出ればあの時の大学の授業を本当に金出してまで行く価値があるっておっしゃる方も多いんですけども、学生のうちにはその価値っていうのがあまりわからない状態なんじゃないかもしれないです。いやいやいや、多分大学の先生今何人か目うるうるしてると思いますよ。大変素晴らしいお答えありがとうございました。私もその何ですかね、その企業地域の課題とかその大学の授業で学んだことがどうやってその、企業さんにこう生かされてるのか、自分が就職をした時に自分の学びがどう生かせるかということを現場で学べた。はい、なるほど、ありがとうございます。
せっかくだからね、隣に強制召喚された高井君あ、なんか人生の夏休みってよく聞いてたんで、一番大事なのはもう遊ぶのが本望だと思ったんで、あの念のため、今日学長もいますからね。あ、それ1年生の話なんで。過去の話だよ。はい、それで、まあ実際そのインターンに行ってみて、あ、こういうのやった気がするなみたいな。あれ、なんか俺もっと真面目に聞いてたらもっとスムーズに行ったんじゃないかみたいなのをすごい感じて、ありがとうございます、学生の意見も聞いてみましたが、まあ、企業側の立場でお話結構いろいろしていただいたんですが、まあ、大学の先生は大学の先生でいろいろ考えていることが、今私が考えた答えはですね、皆さん学生の皆さんが答える前に私が考えてここにメモしたのは学びは何のためにあるかって書いたんですよ。ですから皆さんが答えたことが私の答えとも一致するんですね。ここで学ぶにはどんな意味があるんだ、価値があるんだということは伝えるけれど、それが何て言うんだろう、頭だけで分からずにその腹落ちするというか、今回は1年生から3年生まで、まあ、高校生といわれる学年の学生も参加いたしました。高専の場合はインターンシップは就業体験というか、企業に入って工学的にどのようなことをやっているかを見ていくのが本来やっているインターンシップですけれども、まあ、少し大学との関わりとは違うかもしれませんが、まあ、そこら辺は考え方は一緒だということでちょっと協力をしながらやっていきたいと思っております。はい、まあ、地域にとってということなんですけども、今回皆さん宮城県の方がほとんどだと思うんですけども、さっき松崎先生から沿岸部の大学から遠くてという話もありましたけども、そういうところじゃなく秋田県伊沢市というところは地元に大学がないと、まあ、課題解決型のインターシップをやろうということでやっとこう動き出してきているというような感じなんですけども、仕事を実践していく中でも自分が何の意義があってこの仕事をしているのかっていうのをちゃんと考えて、動ける学生に、あ、学生じゃないですね、新社会人ってなかなか、レアなんですね。ちょっと大学の先生たちにそういったところをちょっといいことしてできたかなと思ってちょっと発言させていただきました。一部上場企業様からの強烈なアウト買いと受け止めさせていただいてありがとうございます。これを受けてこれからどういうことを考えたらいいんだっけみたいなことをちょっと後半戦考えたいと思うんですが、お疲れかと思います。ちょっと短くて恐縮ですが5分間、休憩取らせていただきたいと思います。はい、からの自己紹介、この職場にもはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、大丈夫です、ちょうどいい感じが。あ、鈴木先生入れてます。鈴木先生もこれで、ね、東北ぐらいから3人もいてたまたまですね。あ、西川と申します。企業って書いてますけど、個人で経営コンサルタント切れると動きがなくなっちゃう。でもそれを、まあ、私もここに参加して、それ日本固有の野菜をやっていうよりかはどっちかというとなんか珍しい野菜。まさにそれが僕もさっき喋った後に何がさらに続けるために必要かって言ったら、あ、地域の特性。課題がすごく大きな。お互いにそれをやる意味を感じていないと継続することもできない。こういう活動を知るだけでも地域の意識が芽生えっていうか植え付けられるのかなっていうふうには思う。ビジネスが生まれないと夢物語でしかないっていうのが、まあ、そういうふうに言いました。そんなこと言ってない。もともとそのプロジェクトについての根本を見つめ直す話し合いをさせていただきました。まずコーディネーターはいるのかどうか。学生の勉強のためにコーディネーターさんが雇われているという状況を作り出すことでこの回すことが大事であると考えました。すごいね、具体的な政策提言までいっちゃいました。一つ自分の願いを言おうかなと思って。おー、そうきましたか。まあ、自分は本当にこの名前を変えたいというか、去年1年行って、まあ、いろんな機会で一旦経験者として、まあ、ちょっと話す機会があったんですけど、どうその今いる
なんか僕たちのように少人数じゃなく、そのもっとこうほとんどの学生にどうこうを手探りで、あ、見つけていかないといけないんですけど、そのための時は自分の武器になるのが、はい、になるんじゃないかな、だから本当の意味では知ることが、皆様方のおかげをもちまして、事業内容についても、それからまたいわゆる KPI、重要な評価指標につきましても、5年間という期間を通じてほぼほぼ達成するところに近づくことができたのではないかと思っております。こうした量的なものばかりでなく、本日この時間がまさにその姿を表しているように、いわゆる定性的っていうんでしょうか、私どもが一緒に取り組んできました宮城の COC プラス事業、地方創生推進事業、できれば地元のそれぞれの企業に職を得て、それぞれのです、宮城県に限りません、松崎先生のお話にありましたように、それぞれの地元の企業に職を得て、本当にこれまでの5年間を振り返って踏まえて、そして本日このシンポジウムに、年末の忙しい中このようにたくさんご参加いただきましたことも重ねてお礼申し上げて総括とさせていただきます。本当にありがとうございました。5年間にわたりました COC プラス、宮城県を中心とした12大学、そして、行政、そして、企業の皆様に支えられてここまでやってきました。本当に今日のこのワークを見てて、本当に良かったな、やって良かったなというふうに思います。これ皆さんにじゃあ合わせて拍手します。ありがとうございます。この宮城、そして、東北、日本全体をこの共同の力でまとめ上げて、この子孫繁栄していくような、そういった世の中を、こうした力を集めながら今後ともやってまいりたいと思います。ぜひ学長先生よろしくお願いをします。ぜひ継続お願いをしてご挨拶に返させたいと思います。本当にありがとうございました。